はい、どうもリリーです。ということで、前回、ANA のね、トリプルセブンダッシュ山脈一番大きい機材に乗って、博多にやってきました。で、まあ、ラーメンとかね、食べた後に、一泊、快活にして、翌朝なんですけど、今日はね、ここから鹿児島の方まで向かいます。新幹線で行きたいところなんですけど、それはつまんないんで、せっかくだからね、在来線特急乗り継いでいこうと思います。そう、日輪市以外やに、今回は乗っていこうと思います。ということで、まずはね、駅の方まで移動しましょう。マジで七隈線が博多まで開通したんで、いや、本当に行きやすくなりましたね、開発クラブ。天神でね、降りて、だいぶ歩かないといけなかったんですけど、目の前ですからね、今ね、天神南駅っていうのができて。さて、毎度おなじみ、博多駅ですけど、ではね、早速、改札の方入っていきましょう。ホームの方に上がってきましたが、こちらが今回お世話になる787系特急型車両です。例のボディがかっこいいですよね。ここから先、全長 413.1km の道のりを5時間48分かけて普通席でこれから乗り通そうということですね。普通席ってね、一日市街やどんな感じなのかというところで、今回レビューの方をしていこうということですね。テーブルが背面テーブルちゃんとついています。長方形の形をしていて広々していてね、結構使いやすそうなテーブルです。テーブルの下にはネットがありまして、足元の方は、まあ、若干空洞にはなってはいるので、足をね潜り込ませて伸ばそうと思えばできるんですけど、若干の狭さはねちょっと否めない感じでしたね。また横の方にはこんな出っ張りがあるんで、まあ、これはこれで足乗っけたりもできるんでね、まあ、悪くはないかなという感じ。こちらのボタンで操作します。でですね、これからインアームテーブルがついてると思ったんですが、ちょっとなんかついてた頃の名残らしいものがあって、出してみるとこれテーブルをもぎ取られて、あとそのまま残されてるんですよね。最近の JR 九州コストカットでいろんなことで経費削減っていうのやってるんですけど、これテーブルはもぎ取ったはいいものの、そのままに後をしているというね、ちょっと生々しいんですけどね。コストカットってこういうことなんですか。恐ろしいですね、 JR 九州さん。今回は朝が早かったので、朝飯はねもう事前に買っといた方がいいですね。コンビニで買ったなんかパンケーキとイロハスです。これふわふわしてていいんですよね。美味しいんですよ。なでなでしてますけどね、まあ、パンケーキをなでなでしながら食べていると、列車はオリオに到着。ここは筑豊なんでしたっけ、筑豊本線かとの合流地点になっています。ここから持ってくるお客さんもね結構いらっしゃいましたね。一方本線は小倉から鹿児島県の鹿児島駅までね、九州の東海岸線沿いをずっと進む長大路線になっていきます。で、ここで進行方向が逆転をするので、こんな感じでシートをね回転させる必要があるわけですね。日本温泉に入るときに進行方向が変わることは僕失念しまして、僕海側席を取ったはずだったんですけどね、こっから先は山側席の手紙になってしまいました。いや、これはちょっとやらかすですね。次は1号車、指定席は2号車、自由席は3号車から6号車です。日光本線に入るとね、列車本数も若干少なくなりますから、速度を出し始めました。この辺は大分行きの特急ソニックなんかもブイブイ言わせてるとこですからね、めちゃくちゃスピードを出して走っていきます。開くドアと足元にご注意ください。お降りの際は、列車は中津に到着。この中津は福沢諭吉が生まれた場所として有名なんですね。駅前にはちょうどこうビルのところに福沢諭吉の絵が描いてありますが、福沢諭吉で町おこしをしているようなところですからね。
で、うさぎを過ぎるとですね、これ上下線が分かれていきます。この上下線が分かれると列車は立石峠と呼ばれる峠に入っていきます。そしてこのまま自分が走っている下り線は全長 3640m の新立石トンネルと呼ばれるトンネルに入っていきます。この区間もね、北線線路が2本並んでいるんですが、昔は単線でした。線路が1本しかなかったんですね。その頃の立石峠はかなりの峠越えの難所道だったんですよね。で、後に伏線化された際にこの新立石トンネルが作られたんです。立石峠を過ぎた先のね、立石駅を通過すると日本本線はここから再び単線区間になっていくんです。立石峠を過ぎると列車は日本有数の温泉地別府に到着です。駅前からね、いろんな温泉宿が立ち並んでいる、もう出湯の里別府、この駅で降りるお客さんもたくさんいらっしゃいましたね。この辺りはね、別府湾と高崎山と呼ばれる山にね、挟まれた場所を走っていきます。高崎山はね、あの猿の里で有名なんですよね。猿がね、放し飼いにされてるんですよ。ちょっと面白い観光スポットです。ということで列車大分に到着です。ここで5分ぐらいの停車時間があります。ちょっと休憩ですね。お、貨物列車が止まってる。おー、あれ新しい機関車じゃん。おー、すごいすごいすごい。ちょ、見てみましょう。これがですね、最近 JR 貨物が九州地区に導入した EF510-300番台。ちょっと先頭がはみ出ちゃってるんで目の前見えないんですけど、レッドサンダーって書いてありますよね。これ結構かっこいいと思いますよ。つくみ駅を過ぎると佐伯湾にある豊後二見ヶ浦と呼ばれる観光スポットが見えてくるはずなんですが、今回ちょっとなかなか映せなかったんですけどね、ごめんなさいね。この豊後二見ヶ浦というのは重さ2トンのしめ縄がかかる夫婦岩が有名な場所です。本当は列車からもね、ちらっと見えるはずなんですけど、どれがどれだか分かんなかったですね。さてさて、佐伯を出ると列車はね、18キッパーにとってはもう最大の、なんかもうめちゃくちゃな難所の宗太郎峠という場所に入っていきます。この宗太郎峠は普通列車が1日1本しかない区間になっているんですよね。しかも朝早いんですよね、あれ確かね。普通列車しか乗れない18キッパーを愛用しているね、18キッパーの皆さんにとってはここを通るのがめちゃくちゃ難しい区間として全国的に有名なんですよね。に到着、そして発車していきます。この延岡は宮崎県北部の主要都市として有名で、結構大きな町なんですよね。貨物ターミナルもあります。昔ね、ここから高千穂鉄道と呼ばれる鉄道側が出てたんですよね。高千穂峡の渓谷をね、めっちゃ高い橋で渡っていく超秘境絶景のローカル線だったんですが、台風災害で廃線になってしまいました。今ではね、線路跡、トロッコ列車とかに乗って巡ることができるようなね、テーマパークみたいな感じになってるらしいです。行ってみたいですね。この駅のね、近くに日向岬っていう岬があるんですよね。そこはね、柱状節理という、まあ、変わった形の岩が有名で、馬ヶ瀬っていう断崖絶壁の景色が、もう結構綺麗でね、有名なんですよね。行ってみたいなとこも。あとね、入り江の形がね、真上から見ると漢字の、あの、叶うっていう字に見えるっていうことから、訪れると願いが叶うというふうに言われているクルスの海と呼ばれる観光スポットでも有名ですね。さっきからヒューガヒューガと言っていますが、ヒューガってなんかちょっと変わった地名ですよね。なんでヒューガという名前がついたのか、ちょっとしたね、昔話があるんですよね。この辺りのね、歴史書、まあ、日向の国不動記一文っていうのがあるんですけど、そこに、ね、書いてあるのが、昔あの慶光天皇っていう天皇がいたんです。めちゃくちゃな古代の話なんですけどね。
その蛍光天皇がこの辺りの国はね、こう東に面しているから日が向かってくる国ということで、日が向かうと書いて日向の国というふうに名前を付けました。それがね、いっちゃん初めになるわけですね。でそこから時代とともに読み方がね、日向から日向に変化して現在に至るらしいです。なんで日向に変化したかっていうのは、その辺はねまだ詳しくは分かってないらしいんですけど。おーで、見えてきた、この高架橋ですよね。一見するともう何の変哲もない高架橋に見えるんですけど、昔のねリニアモーターカーの実験線なんですよね。昔国鉄時代にここでねリニアモーターカーを走らせて最高速アタックみたいなことをやってたわけですよね。今はねこの実験の舞台っていうのを山梨県に移していて、リニア中央新幹線が行けるよっていう感じのところまでね今来てるわけですからね。おちょうど太陽光パネルがねこう並んでるの見えますよね、高架の上にね。あんな感じになってるんですよ今ね。リニアの実験線なんていうのが作られていることからも分かる通り、この辺はね海岸線に沿ってずっと直線が続く区間になっているんですよね。まあ、厳密にはちょっとカーブしてたりはするんですけど、だいたい直線になってます。日向灘がね見えればいいんですけど、あんな感じで暴風林みたいのがあって、なかなか日向灘を望むことができないんですよね。ちょっともったいないんですけど、まあしゃあないですね。の最大の都市宮崎市に入り、宮崎駅に到着です。ここまでめちゃくちゃ長かったですが、もうラストスパートです。あとちょっとですからね、終点の宮崎空港は。駅前通りとかねヤシの木が植わってるんですよね。もうなんか下手に沖縄とかよりもなんか南国チックな街だなというふうに感じたんですけど。さて列車宮崎に到着です。ここで3分間停車をします。いやあったかいですね。あったかいじゃない、暑いんだよな。でここから先の日西ヶ谷は終点の宮崎空港まで普通列車扱いになります。なんで乗車券だけで乗ることもできるんですよね。この南宮崎までは日本温泉と呼ばれる路線を走ってきたんですが、ここから先田吉という一駅先の駅まで日南線と呼ばれる路線に入っていきます。そして田吉から終点の宮崎空港までの一駅は宮崎空港線という路線に走行していくんですよね。ということでヤシの木がね線路沿いに見えてくると、列車は宮崎空港駅にゆっくりと入線をしていきます。いやいや、しかし本当に南国チックですよね。こういう南国風のね、なんて言うんでしょう、街並みの雰囲気がね僕宮崎好きだなと思うところの理由ではあるんですが、ちょうど真横に飛行機とかも見えています。長らくのご乗車お疲れ様でした。ということで列車は宮崎空港駅に定刻で到着です。ということで終点の宮崎空港に5時間48分かけて到着です。いや長かったけど、まあ、揺れるっちゃ揺れるんですけど、まあ、それでもねそこまで気にはなんなかったですね。787系、やっぱ普通車でもねめちゃくちゃ乗り心地は良かったですね。普通席レビューということでやってきましたが、この787系の普通席ってね結構座り心地実はいいんですよね。シートのクッションも柔らかいですし、シートピッチもね、まあ、そこそこの広さが確保されていますから、それにね、車内が結構静かでしたね。なんでね、普通席で乗り通してみるっていうのも全然ありだと思いましたよ。皆さんもぜひ、日西ヶ谷号普通席で乗り通し、試してみてください。ということで、今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。